でこの、はい、これ楽ですかね。あ、はい、はい、手首と手首みたい。ちょっと回します。これがもう辛いんですね。こっちはどうですかね。これは大丈夫だ。ちょっとこっち伸ばしますね。伸びてますか。はい。ちょっと痛い。こっちの動きが辛いですね。はい。ボキズ。できる範囲で。あ、ちちち。ゆっくりハートして。なんだ、手首が一番痛い。手首が痛い。このぐらいだったら大丈夫ですかね。そしたら、はい。はい。はい。楽にしてハートして。あ、こう。こっちに、もうすぐに、はい、はい、でもさっきより多分、ちょっとここちょっともう一回伸ばします。楽にしますね。どうですかね。同じぐらい痛いですか。そうです。場所によっては。場所によって同じぐらい。そう、脇怖いですかね。ちょっとやってみますね。軽めにします。どうですか。このくらいだったら大丈夫です。これぐらいは。ちょっと痛い。痛い。さっきより良くなってますね。ピンポイントで痛いとこあるんですね。ちょうど中心のとこですかね、痛いとこね。この違うこの辺とか、はい。さっきよりこれ、さっきすごく痛がってたんですけど、うん、さっきより痛くないですよね。あ、はい、はい、
たら多分肩の可動域良くなったので、あ、ちょっとやっぱり痛い。めっちゃ力ありますね。これ。肩の可動域良くなったので、あ、ちょっとやっぱり痛い。めっちゃ力ありますね。これ。ちょっと息はーっとして。じゃあちょっとこの肩もすみません、もう一回こっちでも同じようにします。そうですね、押さえるようにして上がりますね。まっすぐに置くんですか。はい、無理ない範囲でやっていきます。息吸って、はい、吐いて、はい、吸って吐いて、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 吸って吐いて、ちょっとキープします。やっぱすごい硬いですね。中入っちゃってますね。これが良くない気がしますね、すごく。まあでもかなり最初に比べると肩の可動域は良くなっているので、うん、痛い手首が痛い。まあ温度差は結構肩の冷えは良くなってきてますね。さっきよりいけますかね。あ、はい、確かに、はい、まあ、ちょっと辛いっちゃ辛い、痛いっちゃ痛いとは思うんですけど、まあ、あ、ちちちちさっきより行けますかね。あ、はい、確かに、はい、まあ、ちょっと辛いっちゃ辛い、痛いっちゃ痛いとは思うんですけど、まあ、あ、ちそうなんですね。
ですかね。とりあえず、はい、基本コースのような形で、はい。はい。